何もしていない。ただ毎日仕事に行き、頑張って働いて家族を支えていた。それだけなのに。満員電車での通勤にももう慣れて、僕はいつもと同じように会社に向かっていた。大学を卒業して就職した会社ももうすぐで10年目になる。2年前に同じ職場の女性と結婚して、昨年には子供も生まれた。家族のためにもこれからもっと仕事を頑張らないとな。そんなことをなんとなく考えていた。その時だった。この人痴漢です！女性の大きな声が車内に響き渡った。今、痴漢しましたよね。次の駅で降りてください。え、僕は何もやってないですよ。駅員さん、私この人に痴漢されたんです。だから僕じゃありません。女性は駅のホームで泣いて、痴漢をされたと主張を始め、僕は痴漢の犯人として周囲の注目の的だ。観念しろよ犯罪者。とりあえず話を聞かせてもらってもいいですか。警察を呼ばれ、僕はそのまま事情聴取を受けることになった。僕、痴漢なんてやっていません。彼女が勘違いしているんです。しかし彼女はあなたで間違いないし、絶対に痴漢されたと言っているんだよ。でも僕は右手で釣り革を持って、左手は携帯を操作していたんです。たまたま手が当たったなんてことすらありえません。とにかく僕は否定をし続けたが、女性側の主張ばかりが優先され、僕の話は聞いてもらえなかった。そのまま取り調べのためと拘留され、家にも帰れず会社にも行くことができなくなってしまった。どれだけ否定しても受け入れてもらえず、僕は結局やりましたと嘘をついた。昔何かのネット記事で、痴漢を認めればすぐに釈放されると見たことがあったのを思い出したのだ。警察からは逃亡の恐れもないと判断され、そのまま釈放された。家に帰ると妻からは散々問い詰められた。ちょっと痴漢ってどういうことよ。違う、だから僕はやってないんだ。でも実際に女性に言われて電車を降りたんでしょ。罪だって認めたんじゃないの。電車を降りたのは無理やり降ろされたからだよ。やったと言ったのはそうでもしないとあのままずっと出られなかったからだよ。次の日会社に出勤すると、みんなが冷たい目で僕を見た。僕が痴漢で捕まったという話は社内全体に伝わっているようだ。部長、何日も突然仕事を休んでしまい申し訳ありませんでした。冤罪事件に巻き込まれてしまって。ああ、その件だが、犯罪者をうちの会社に置いておくわけにはいかないということになってね。どういうことですか。待ってください、僕はやってないんです。冤罪です。もう決定事項だ。絶望的だった。何？もう帰ってきたの？僕は、クビらしい。どういうこと？犯罪者はいらないって。僕はやってないのに。痴漢のせいで会社をクビ？信じられない。私は今、育児休暇中なのよ。あの会社に復帰する予定なのよ。こんなことになって、会社に戻れないじゃない。知らないよ。僕なんてクビになったんだぞ。その後、僕は妻に別れを告げられ、離婚することになった。子供はもちろん彼女が引き取り、僕は一人になった。すべてがあっという間の出来事だった。転職もうまくいかず、小さなボロアパートに引っ越して、貯金とアルバイトで、なんとか食いつないだ。1年後、僕に痴漢をされたと言っていた女性が、逮捕された。お金欲しさのために、結婚詐欺を働いたのだ。そこでの取り調べにより、僕の痴漢も冤罪だったことが判明した。痴漢被害を主張すればお金を要求できるという話を聞き、興味本位で痴漢をでっち上げたのだという。しかし、今さら冤罪が判明したところで、僕の人生はもう元には戻れない。仕事も家族ももう僕のところに帰ってくることはない。
そもそも人生に疲れ切ってしまった僕は、もう何かを取り返すために立ち上がる気力すら残っていない。このようなお話は現実的にありえます。電車やバスなどで通勤通学をしている方々、くれぐれも注意しましょうね。自分の身は自分で守らないといけませんからね。本日はこれでおしまい。ミントでした。ではまた見に来てくださいね。おやすみんと。